皆さんこんにちは。約半世紀前、70歳の長寿を迎えられる人は社会ではとてもまれな存在でした。しかし、現在の日本の平均寿命は84歳に達しています。それはつまり、もし今あなたが70歳なら、あと10年、20年、もしくは30年生き続ける可能性が十分にあるということです。ですが、 すべての人が安らかで幸せな老後を過ごせるわけではありません。だからこそ、老後を充実して楽しむために最も大切なのは、欲を少なくし、シンプルな生活を心がけ、周囲の煩わしい事柄に心を乱されないようにすることです。では、どうすれば老後を穏やかで幸せに過ごせるのでしょうか。今日のビデオでは、その方法について一緒に見ていきましょう。 第一、比べないで、欲望の奴隷にならないでください。70歳になると、過去の栄光や名声は単なる思い出に過ぎません。しかし、多くの高齢者は依然として、どちらがより大きな家を持っているか、どちらがより多くの財産を持っているか、どちらの子供がより成功しているかという比較のスパイラルに巻き込まれています。彼らは意図せずして競争の罠に陥り、 老後の平穏を失ってしまいまいす古いことわざに樽を知ることは常に幸福であり、いつやめるべきかを知っていることは常に平和である。というものがあります。実際、人生のこの段階に入ると、最も価値のあるものは物質的なものではなく、健康、心の平和、そして人生の喜びになります。 幸福は他人より多くのものを所有することではなく、自分が持っているものに感謝し、平和に暮らすことから生まれます。比較したり競争したりする代わりに、子供や孫とのつながり、友情を育む、以前は時間が。なかった趣味を開発するなど、より深い価値を追求するために残された時間を活用してください。穏やかな心と平和な精神は、老後の幸福の尺度です。 広い心を持ち、身の回りのシンプルなことに満足する方法を知ることは、70代が目指すべき生き方です。覚えておいてください。競争すればするほど、負ける可能性が高くなります。手放すほど、あなたはより完全になります。二つ目、楽しみにふけらず、適度な運動を続ける。老後を迎えると、 多くの人はもっと休んで余暇を楽しむ時期だと考えます。ただし、休むとは動きを止めることではありません。逆に、動かずにじっと座っていると、体は徐々に弱くなり、骨や関節が硬くなり、健康状態は急速に悪化してしまいます。個人の言葉に、水は流れて岩をも削るが、人は立ち止まれば老いに囚われる、という教えがあります。 適度な運動を維持することは体力の向上に役立つだけでなく柔軟性と明晰さを維持するための鍵でもありますウォーキングや対極拳の練習高齢者向けのヨガクラスへの参加など自分の体調に合わせた穏やかな運動を選びましょうある研究によると 一日わずか30分のウォーキングで心血管疾患や糖尿病のリスクを最大30%軽減できることが分かっています。さらに、体を動かすと脳から幸せホルモンと呼ばれるエンドルフィンが放出され、ストレスが軽減され気分が大幅に改善されます。栄養不足や運動不足で、老いによって枯れ木にならないようにしましょう。 体は機械のようなものです。運動をしなくなるほど、機械は錆びていきます、ということを覚えておいてください。精神についても同様で、定期的な運動と健康的なライフスタイルを維持することによってのみ、長く幸せな人生を送ることができます。毎日少しずつ、少しずつ積み重ねていくと、健康が。改善されるだけでなく、 体や心の小さな変化に喜びを感じることができます。第三に、ノスタルジーに浸るのではなく、心を開いて学び、つながり、魂を永遠に若く保ちましょう。老年期に入ると、多くの人は、黄金時代や達成した成功を思い出し、過去を振り返ることにほとんどの時間を費やすことがよくあります。しかし、かつて賢者が言ったように、過去は記憶、 未来は希望、現在だけが現実である、いつまでもノスタルジーに浸っていても、終わっていないことへの後悔や後悔の感情に陥るだけです。後悔して振り返るのではなく、老後を新たな始まり、つまり人生を豊かにする発見の旅だと考えてください。老後は学びの終わりではありません。人間の知性は流れのようなもので、 継続的に補充されて初めて新鮮さを保つことができます。新しい言語を学ぶ、楽器を演奏する練習をする、高齢者向けのクラスに参加するなど、これまでに行う機会がなかったことを学んでみてください。学ぶには年を取りすぎていることを心配する。必要はありません。ソクラテスが言ったように、呼吸を止めるまで学習は決して止まらないからです。 さらに、友人や親戚と積極的にコミュニケーションをとり、つながりを持ちましょう。ハーバード大学の研究では、社会的関係が人間の長寿と幸福に影響を与える最も重要な要素であることが示されています。テレビや古いアルバムを見て孤立するのではなく、クラブや興味のあるグループに参加したり、近所の人と定期的に、話したりしましょう。 社会的なつながりは孤独を避けるのに役立つだけでなく、喜びをもたらし、自分が依然としてこの人生の重要な部分であると感じるのに役立ちます。ノスタルジックな色あせた白黒写真ではなく、知識と感情をカラフルに表現した写真に変えると、老後の生活が真に意味のあるものになるでしょう。古い木には根が深くありますが、それでも輝くためには光が必要です。 ということを覚えておいてください。魂も。同じで、何年経っても、命の終わりまで輝き続けるためには、知識と愛が必要です。4. 楽観主義を維持し、怒りを避ける。老年期に入ると、身体の変化や生活上の小さな出来事により、高齢者はより不快感や怒りを感じやすくなります。個人の言葉に、怒りは自分で飲む毒で、 他人を傷つけようとするが、実は自分自身を害しているという教えがあります。ネガティブな気分は健康を害するだけでなく、家族や友人との関係を台無しにします。特に、頻繁に起こると高齢者の心臓病や脳卒中のリスクが倍増する可能性がある。ことも科学的研究で示されています。簡単に起こるのではなく、自分の感情をコントロールし、 冷静な心を保ち、思い通りにならないことを手放す方法を学びましょう。純粋な心は老後の競争罪である、と常に自分に言い聞かせてください。気に入らないことに出会った時は、怒りで反応するのではなく、深呼吸して、これは本当に起こるほど重要なことなのか、と考えてください。同時に、楽観的であり続けるために、ポジティブな、 ことを見る練習をしてください。毎朝起きたら、心配なことを考えるのではなく、新しい一日を迎えられた人生に感謝する、今日はもっと笑おう、と自分に言い聞かせてください。あなたの魂は庭園のようなものです。もしあなたが怒りや不満だけでそれに水を注ぐなら、悲しみと憤りの雑草が生えるだけです。逆に、 寛容と感謝を持って修練する方法を知っていれば、あなたの魂は喜びと静けさの花を咲かせます。前時ティクナット藩の言葉は、不快なことを笑う方法を知っているとき、あなたは自分自身に勝ったことになる、という言葉を引用します。ですから、笑顔と忍耐を持って人生に立ち向かいましょう。他人に対して辛抱強くいると、実は自分に対しても優しくなっているのです。 楽観的な精神を維持すると、あなたがより幸せに生きることができるだけでなく、周囲の人たちに調和の取れた温かい雰囲気を作り出すこともできます。老年期には完璧は必要ありません。平和だけが必要です。心が静かであれば、心は明晰になり、自然な健康が守られ、幸福が豊かになります。従って、怒りを抑え、 寛容さをを養う方法を学びましょうしたがって、あなたは自分自身を穏やかな精神に保つだけでなく、温かさと笑いに満ちた家庭を築くのに役立ちます。五つ目、適切なタイミングで手放し、子供たちが自由に成長できるようにします。人生が70歳を迎える時、私たちは手放すことを学ばなければなりません。高く伸びたタコのように、 長い間大切にしてきた手が少しずつ緩み、子供たちが夢や選択に従って自由に高く飛べるようになるはずです。古いことわざに、子供は育てれば必ず成長します。しかし、子供をいつまでも腕の中に抱えておいてはいけません、というものがあります。時には成功し、時にはつまずいても、自分の決断に責任を持って、 子どもたちに自分の道を歩ませるべき時が来ました。手放すということは、愛することをやめるということではなく、子どもたちの能力に自信を示し、子どもたちが自分なりの方法で世界を成長させ、探索できるようにする方法です。子どもの生活や選択に過度に介入すると、子どもは束縛されていると感じるだけでなく、家族内に対立や意見の相違が生じやすくなります。 木がしっかりと立ちたいなら風がなければなりません人が成長したいなら自由でなければなりませんと考えてみましょう子供たちには自立してもらい自分たちで決断させてください子供もたちが必要な場合私たちはしっかりとした支柱として子供たちの後ろに立ってあげるだけで十分です同時に高齢者は自分の能力の範囲内で 子供たちにあまりにも多くのものを提供するよう要求すべきではありません。非常に深いことわざにあるように、親の愛は重荷ではなく、保護です。今日の子供たちは、子供の教育費、家の支払い、車の支払い、その他の一連の出費など、生活からの多くのプレッシャーに直面しています。今日の若い世代のプレッシャーは、私たちの時代よりも厳しい場合があります。 両親の世話をするのはあなたの義務ですが、子供たちにあまりにも多くのものを提供してもらいすぎると、子供たちはさらに不安になり、バランスを崩すだけです。ある程度の貯蓄がある場合は、子供たちにサポートを求めるのではなく、そのお金を自分の世話に賢く使うか、可能であれば見返りに子供たちをサポートしてください。親は子供が帰る場所であって、 子どもが責任を負う場所ではないということを忘れないでください。高齢者の経済的自立は私たちがより自由に生きるのに役立つだけでなく子どもたちがより軽くなり負担が軽減され自分の将来を築くためのより多くの力を得るのに役立ちます。最後に古代人はこう言いましたしがみつくことを知ることは知恵であり手放すことを知ることは知恵である。 適切なタイミングで手放すこと、家族の中で権力にしがみつこうとしないこと、子供の生活にあまり干渉しないことを学びましょう。手放す方法がわかると、私たちは気持ちが軽くなり、子供たちは感謝の気持ちをより感じるようになります。手放すということは別理を。意味するのではなく、むしろ子供たちが自由に成長できるようにし、 私たち自身が平和で穏やかな中で老後を楽しむ自由を得ることができるようにするということです。なぜなら、時には手放すことが、親が子供に与えることができる最大の愛だからです。最後に、貪欲に支配されないでください。70歳になると、以前のように冷静さを保つことができなくなり、徐々に気難しくなり、利己的になる高齢者もいます。 自分の子供は行儀が良くない、親孝行が足りない、小さなことですぐに起こる、などと考えて批判し始めます。これはかつて古代人が教えた貪欲の印です。ある賢者はこう言いました。人類の最大の弱点は利己主義ではなく、そこなしの貪欲さです。貪欲とは、底知れぬ深淵のようなもので、 一度そここに落ちててししまうとと決して抜け出すことはでできないのです貪欲とは、お金や所有物などの物質的な欲求だけではなく、子供たちに常に自分のやりたいことをしてもらいたい、他人に服従してもらいたいなどの終わりのない精神的な欲求でもあります。子供たちはいつも私の言うことを聞かなければならない、他の人が私の願いを満たさなければならない、といった考えは権力への貪欲の。 現れであり、それはあなたを徐々に孤立させ、あなたの愛する人たちも疎外感を感じることになります。欲が大きければ大きいほど、幸福は少なくなります。自分の利益だけを考え、他人の気持ちや願いを無視すると、最終的に苦しむのは自分自身です。不当な要求を手放し、心の平安を得る方法を学びましょう。老子の言葉にあるように、 樽を知ることは富であり、いつやめるべきかを知ることは平和である、実際、70歳になると。最も重要なことは権力や子供の従順さ、富ではなく、心の平和、家族の団らんや子供たちの笑い声を見た時の笑顔です。貪欲さを感謝と寛容に置き換えてください。子供たちは成長し、それぞれの生活やプレッシャーを抱えています。 彼らが私たちの世話に自分の時間とリソースのすべてを費やすことができないとしても、それは彼らが親不幸であるという意味ではありません。子供たちに奉仕を要求したり期待したりするのではなく、寛容さと分かち合いを通じて、子供たちや孫たちとの時間を貴重な時間に変えましょう。家族の中にあなたの存在を重荷ではなく、 前向きなエネルギーと精神的なサポートの源にしてください。また人生の祝福には限りがあることを忘れないでください。古代人は人はそれぞれ一定の祝福を受けて生まれてくると信じていました。私たちが十分な知識を持って生活し分かち合う方法を知っていればその祝福は徐々に蓄積され平和がもたらされます。 しかし、私たちが貪欲であり続けると、私たちの祝福と美徳が枯渇するだけでなく、より多くのカルマを蓄積することになります。有名な格言にあるように、貪欲になればなるほど、失うものも大きくなります。欲しければ欲しがるほど、それを維持することはできなくなるのです。貪欲が克服されると、私たちは魂が解放された感覚を感じ、 もはや手の届かないものに囚われたり苦しんだりすることがなくなります。人々はよく貪欲を火に例えます。ほんの少しのことで平和な生命の森全体が焼き尽くされる可能性があります。したがって、70歳になったらシンプルさを選択し、感謝を選択し、心の平和を保つために無意味な野心を手放してください。無限の欲望を追いかけるのをやめると、 シンプルなものの美しさを楽しむことができ、過ぎていく毎日が平和で充実した日々になります。このビデオが役に立ち、行動を起こすきっかけになると思われる場合は、1とコメントしてください。そうでない場合は、0とコメントしてください。あなたのコメントは私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 このビデオをご覧いただくために貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。こんにちは、また会いましょう。